ヘンリック・クリストファーセンは、ノルウェー・アーケシュフンス県出身のアルペンスキー選手。2012年3月にアルペンスキーワールドカップデビューした。2014年2月、ソチオリンピックにおいて、男子回転で銅メダルを獲得した。当時19歳であったクリストファーセンは、男子アルペンスキー史上最年少メダリストとなった。2015 2016年シーズンにはワールドカップで6勝を挙げ回転で種目別優勝を果たし総合でも2位に入った。2016、2017年シーズンはワールドカップの回転で5勝を挙げた。反面、1試合の欠場に3試合で転倒、途中危険等でポイントが取れなかったことが響き2勝のヒルシャーに回転し目別優勝を奪回された。総合順位は3位に入った。 アルペンスキー世界選手権では男子回転、大回転に出場し、共に4位だった。2017、2018年シーズンはピョンチャンオリンピックまででワールドカップで1勝にとどまったが、総合順位、種目別回転、大回転はいずれもヒルシャーに次ぐ2位につけた。ピョンチャンオリンピックでは男子大回転で銀メダルを獲得した。続いて出場した。 男子回転では1回目のタイムが1位で、ヒルシャーは1回目ですでに途中棄権していたため、金メダル獲得が期待されたが2回目は途中棄権に終わり、メダルを逃した。今期の優勝回数は1回にとどまったが、表彰台回数はヒルシャーに次ぐ15回。今期出場したワールドカップはトーナメント制のパラレル種目を除きすべて完走し、 最低順位は9位が2回という抜群の安定感を見せ、総合順位、種目別回転、大回転はいずれも2位でシーズンを終えた。ありがとうございます。